ラジオ日記アナウンサー小塚歩です。須藤希子です。バンダイナムコゲームスの松本です。はい、ということで今回我々ですね、はい、前回に引き続きましてバンダイナムコ未来研究所にお邪魔してお送りしておりますが、はい、デッドストーンパイレーツ、はい、ね、今回も遊んでいる様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、このゲームあれですよね、対戦プレイじゃなくて協力プレイだから思いやりが大事ですよね、うん、相手を思いやる気持ちがね、うんうん、あ、ほら、いやね、瀬尾ちゃん、小塚さん、ほら今回、ね、あ、そうだっけ、まあ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 、とりあえずねこちらの VTR ご覧いただきましょう。それではどうぞ。このゲームは銃を撃って敵の骸骨の海賊を倒すゲームなんですけれども、その冒険の中でしかもこの筐体がですね、はい、ゲーム機自体がこう前後左右に動くと揺れたり、ね、そうなんですよ、揺れたり動いたりするっていうところが大きな特徴としてありまして、なのでそういう海賊の冒険を、まあ、アトラクション、遊園地のアトラクションみたいな感覚で、もう思い切りのめり込んで遊べるっていうところが売りのゲームですね。あとはライド型2人協力ガンゲーム、はい、というところ、まあ、2人協力という言葉があるんですけれども、その名の通り2人で打つと強い球が打てたりとか、うんうん、あとこの中に船の舵みたいなコントローラーが、はい、1つあるんですけれども、それが1個しかついてないので、それを2人であどっちがやろうとか、あ、そうですね、うん、やってよやってよみたいな感じで、うん、2人で盛り上がれるというゲームになっているところがもう1つの、はい、特徴です。はい、今回小塚はお休みです。はい、残念ながらぶたれてますけど寂しいなということで、これから紀藤さんと瀬尾ちゃんのプレーが始まりますんで、はい、先週は我々嵐の海をやりましたが、これが、まあ、一面としてはこれがおすすめなんですけど、今回は真ん中の渓流っていう渓流面を選びたいと思います。じゃあ打ってください。はい、じゃあ始まります。お、小さなイカダで渓流を下っていきます。おー、揺れてる揺れてる揺れてる、お、外で見ると思った以上に動いてますね。あ、鳥だ、コウモリ、コウモリだ、コウモリの群れをバシバシ打ってます。セオちゃんいきなり悲鳴です。おお、たまにああいう宝箱も作ったりしてます。セオちゃんまだキャーしか言ってません。あ、でもナイスコンビネーション。これは舵を掴んでやってみて。やってください、やってください。いや、俺じゃあ、俺、はい、あ、そうか、これがどっち、あ、避けて避けて避けて、目の前に大きな岩が、岩今度は左、行きます、パーフェクト、パーフェクト、あ、こんな感じで、さすが紀藤さん。で、またすぐ打たないといけないんで、あれを打って、2人で2人で行く手を阻む大きな木材を2人で打ってます。ちょっとぶつかりましたね。あー、岩が落ちてきた、岩が落ちてきた、避けて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 、避けた、あぶね、あぶね、避けて避けて、ぶつかりました。おー、グレイト、グレイト、グレイト、結構ぶつかった気がしましたけど、この間に2人ともダメージかなり食らってますからね。飛んだ、また飛んだ、落ちた、着地。と思ったらここでボスが出てきます。カニですね、カニの親分が来た、でかいカニ、カニには見えないぐらいでかい、ザリガニみたいですけどね、はい、うわー、でかい、でかい、これはここはコンビネーションだ、おー、右右左左、もうちょっとひるんだ、ちょっとひるんだぞ、二人で打てが両方出ましたけど、右と左、あー、うまい、ちゃんと右からこう順番に、左の丸を狙って、あ、ちゃんとどっち打つかね、はい、そうです、あと少し、泡が来るよ、泡が、おお、こっち、おお、これは倒したのかな、お、おお、倒しました、カニの親分倒れました。すごい、すごい、エリックね、はい、これでボスを倒しました。すごい、こんな調子でガンガン行くぜ、すごいすごいわ、すごいとしか言葉が出てきませんよ。さて、これで、あ、おー、倒した敵の数が瀬尾ちゃんも結構人者に負けてる、どうですか、コンビネーション率は18、2人は思わずうっとり見とれてしまうほど素敵なコンビ、
今回遊ばせてもらえなかったもんなずっとこんな顔してね、瀬尾ちゃんがプレイしてるの見てたよ。羨ましかった。本当ですか、うん、いや、ねえ、うん、でも瀬尾ちゃんとね、紀藤さんがすごくもう見てて羨ましくなるぐらいナイスなコンビネーションだったんで、ね、その前の週にね、小塚とやったのにねうん、でも全然前の小塚さんとやった時と違かった本当にでもね、分かった隣で見てて分かったけども、これ次やったら小塚もね、絶対いいコンビネーションできるはず出た、また絶対これ、いけるはずですよ、ね、こんな風にあのグループで、で、いろいろこうペアを変えて遊ぶと楽しいかもしれないですね、うん、息の合うペアが見つかるかもしれない、うん、見つかるかもしれません、はい、はい、ということで、また来週もこのデッドストーンパイレーツをお送りしていきたいと思いますんで、また来週までお楽しみに。それでは、せよちゃん、はい、せーお、まったね。この番組はチェンジ・ザ・エンターテインメント、バンダイナムコゲームズの提供でお送りしました。